はい、行きましょう。ガチヤグラデカラに硬化した。今回はね、デュアルスイーパーカスタム。ゾンビギア外して、機動力上げてますね。身軽に動きまくって、もう全く違う武器のような感じにした。毎回思うけど。やっぱこう、ギアの構成によってね、ほんと別物になる。銃殺。アワタが狙ってきてんのが怖い。チャージャーは忘れたな。一歩こっちに入れば。一家同士の対決。ありがとう、援護。危ない。スパッシュ危ねえんだよ。ちょっとこっちから来た。一旦引こう。乗ってんね。乗ってんな。うわぁ。当てやがる。歩きだなぁ。やば。隠れてたのにな。ここはあれば、くっそー、やべえな。スコープがめんどくせえ。1分15か。に当たんない。うわ、これ厄介だな。うわ、くっついたし。無理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 。危ない。ここ当たんで、君のそれでは当たんないんだよ。さあ、おい、危ねえ。行こうか。
あー、マジか。マジか。はー、激しいよ。激しいなー。そうかー。ちょ、これ落ちるの覚悟して違う武器練習しようかな。ここまで来たのな。寿司コラ動きやすいけど、どうしよっかなぁ。まあ、とりあえず、一回やめるで出て、気分転換にギアつけ直すか。どうしよっかな。何つけ直すかな。全く使えないやつをつけ直そう。なんかないかな。当たりメイド。当たりメイドはあれだっけ？偏りないやつだっけ？今なんかあの表をさ、見てないけさ、何がつきやすいかの。適当に、適当にやるよ。もう一回やっとこうか。スパさんがいらんかったね、今回の場合。スパさんいらない。まあいいや。じゃあ、戻りましょう。あ、いや、まあ、まだ大丈夫か。ガチマッチ、あ、そう。いや、もうこの動画出す頃にはさ、もう出とると思うんじゃけど、あれですよ。ついに、アップデートで武器が追加。8種類だったっけ？ね。なんかあるみたいですよ。ちょっと気になるね。それにまた結構金かかるだろうから、残しとかんといけんね。ちょ、最近ね、52、ちょっと練習中。52ガロン練習しとるんじゃけど、どうだろう。使いこなせるようになるかな。なんか次のアップデートではスプラッシュシールドを坂道で上り坂で投げても平地と同じタイミングで開くようになるって書いてあったよ。マジか。ちょっと今練習してるのにちょっと弱くなるじゃん。まあドキッとするからあれ。まあそれはそれで逆にまだ完全に慣れてないけ、まあいいんかもしれん。うん、慣れた後だったらちょっと厳しいよね。なんか結構変更点あったけさ、ちょっと心配はしとんだけど。わかんね。わかんね。マジか。うん。たびに動かれると困るなぁ。あぶない。あー、落ちた。おお、あれで倒せるのがやっぱりこれのいいところよね。さあ、ねえか。突っ込むか、これも。ああ、もうやばい。
あーもうやばいっす。長いなー、この矢倉縦長だな。やばい、あー遅かった。もっとバシバシ倒していけるようになりたいな。あ、もう来た。カーボンもいます。あー来た。うわ、ジャンプできんかった。遊んでる場合じゃないんだよ、遊んでる場合じゃねえんだよ。まだないです。よし。やばっ。ねえ。か。あ、マジか。さあ。さあ、どうだ。いけるのか。え、これ乗ってない。乗ってない。死ぬ死ぬ。うわ、ゴリューパンだったか、うとしいな。さて、うわっ、くそ前に出すぎた。あー、あけん、あーあー、わやじゃ、もうわやじゃ、あー、やっぱ難しいな、まだ使いこなせんな。じゃあちょっと寿司コラ行ってみようかな、次回ね。もうちょっとこのまま行っても拉致が関係、落ちてもいいけ、練習する。よし、じゃあ終わります。ありがとうございます。